場もね高かったね、広かったね、嬉しかったですよ。本当にちかっぱ祭参加できて、中尾炭治郎さん、玉ねぎさん、佐藤さん、てるおさん、まいせんさん、ひろ兄さん、おのぴーさん、トゥエールさん、くにひこさん、さとるんさん、まおぬちゃん、めっちゃ可愛い。あおちゃん、ロックオンさん、なりさん、りょうじいさん、頑張った、ありがとう。シャキン。なりぱーさん、とっとり太郎さん、タイタンさん、ひらりんハットさん、ひろとさん、せいやんさん、めっちゃかわいい、ありがとう。きょーん、ひでのひでさん、メガバイトさん、てるさん、なおきさん、つとぽんさん、ぬまっつさん、こっぺさん、うっかりあんこさん、りんさん、いけがぴょんぴょん、いでしさん、とっしーさん、れいくさん、ありがとうございます。うっかりあんこさん、マリンメッセの、そうですね、新しい塔だったのかな、新しくできたみたいな、聞きました。高尾さやか関連のツイート多かった、そうですか。今日の写真はツイッターに、あ、昔駐車場だった、あ、そうなんだ、そうかそうか、あ、お疲れ様です、今日は本当に、あ、駐車場だったんだ、へえ、何、誕生日なんですか、おめでとうございます、つっちーさん、ハッピーバースデー、素敵な一年と最推しの一年にしようね、キックン、タコありがとう。バルボンさん、イクガピョンピョン、ヒラ兄さん、シンさん、ありがとう。マサトシさん、めっちゃかわいい。キュン。ありがとう。あ、そう、赤と黄色分かりやすいですよね。なんか今日のペンライト的にも、なんかメンバー的にもね、なんか赤と黄色っぽい人がいなくて、自分だけだった、みんな青とか緑とか言った。ヘタイたち良かったですか。ヘタイたちよ、そう、私センターでね、ちょっと語りを、お、ありがとうございます、胸熱、よかった、かっこよかった、本当ですか、もう自分じゃ全く思わないので、そう言ってもらえたらすごく安心します。でも体力つけないとなと思いました。すごいね、広くてね、反響なんていうんだろう、反転、反響
がね結構ねあってね。あ、そうか、配信と違うのか、配信とその会場はしっかり聞こえてたのかな、配信の方は。そう、声が返ってきてね、なんか自分の声があまり聞こえなかったからどうだったんだろうと思ったんですけど、ですです、配信大丈夫だったんだ。あ、そうなんだ、へえ。自分も全然聞こえなかったあ、そうなんだ。なんかどんな感じで聞こえてたんだろうなと思ってて。本当ですか、よかったです。豆柴あの時はあまり反響なかったから聞こえたんだけど、ありがとうございます。あ、ツナ缶もらえいただきました、この STU とあのチカッパ祭のこのコラボのツナ缶いただきました、楽しみ。これでパスタサラダを食べようと思います。そう、これ現地でしか買えないらしい、結構レアなんですよ。服屋さんの、そうです、服屋さんとコラボした。もう3つもありがとうございます。そう、ツナのサラダパスタ作ろうと思う。ここにいます、タカオ。オムレツにしたら美味しい。あ、そうえー、これオムレツにしたら美味しいんだね。あ、サイアンシカ、あ、ありがとう、嬉しい、めっちゃ嬉しい。決め顔良かった。そう、ヘタレたち用の最後は絶対に決めようと思ってめっちゃ決め顔したんですけど、うんと、え、どうしたの、缶の方にも載ってるのか。お、ありがとう。あ、開封に気を使ってくれたんだそんな綺麗にしてくれたんだ、下から開けてくれて、クレアも良かった、ありがとう。配信後ね、どんな風に映ってたかわからんかった、なんかアーカイブみたいな。なんか福岡に今日行ったんですよね、でも福岡って感じがあんまりしなかった。カメラすごかったですよね。思い出してよかったよかったステージ確かにステージ近かった。私もね関係者席でね見学させてもらったんですけど、いろいろ刺激を受けました。でもちょうどねカメラのね後方だったんであんまり見えんかったけど、だけモニターで確認してた。うん、 SKE さん見ました、すごくかっこよかった。
なんか SKE さん、そう、なんかね、いろんな曲するたびにね、会場がね、おーみたいな、湧いてた。ももみえさんも見学しました。ブーム期があった。チームエイトさんは見れてはないんですよ。見学できなかったんですよ。ブーム期、そう、君のことが好きやけんがなった時とか、おおみたいな、とかパレオはエメラルドとか、おおって。博多バージョン、そうだけん、私もずっと博多バージョンをね、なんかファンだった頃聞いてたから、すごい懐かしい気持ちになった。歌ってた 好きやけん歌ってたんだ。パレオミラード。私は恋を語る詩人の連絡でがすごい湧きました。すごい懐かしかった。なんだっけな、リセット、制服の目、なんだっけ、あ、制服の目か、そう、制服の目公演よく見に行ってたからすごい好きで。そうなの、めっちゃ好き、ここが好きとか、ここいいよかったる、あ、そうなんだ、制服の目公園。七並べ抜かれてる。七並べしようかな。みつるんさん、しのさん、オールグリーンさん、いけごぴょんぴょん、こっぺさん、エクシビアさん、イトキンさん、キックン、ミツルンさん、クマありがとう。鳥取太郎さん、ナリバーさん頑張った、ありがとう。
そう、明日も七並べできなくて、なんでこの時間にしようかな。じゃあ9時50分の55からしようと思います。私を一押しカードにしてくださる方、よろしくお願いします。私がこう、私を一押しカードにねしてくれ出さる方と私が当たったらポイントが 1.3 倍になるので、あ、チコパサイありがとうございます。50分の55秒です。ペンライト、なんかペンライトのそのギフト見たら今日のことすごい思い出す。今日ペンライトがすごいたくさんあってすごい綺麗だった。そう、明日はクアトロの公演があります。明日も早起きです。うちは、うん、うちはありがとう。チャットリ、そう、久しぶり、私久しぶりですね、めちゃめちゃ。いつぶりだろう。チャットリの公演は、え、船？船が最後だったような、ありがとう。うん、春嫌いかな。もう冬にやっちゃった。春以来ですね。うん。あ、そう、リトチャーはあったんだけど、チャートリはそう。実は私いたんですよ。春のチャートリの公演に私いたんですよ。チャートリー公演は、そう、2回目、あの日は昼と夜だったけど、確かに昼と夜2回目かな。楽しかったですか？嬉しいです、そう言ってもらえることがすごく。じゃあ53分の55秒にします。トシヤさん、バルタンさん、ケンタロウさん、
橘隼人さん、チッキーさん、ありがとう。ありがとう。そう、ついに明日チャートリの新しいチャートリになっての初公演が始まりますね。ドキドキ。なんかいろいろ話したいんですけど、明日も楽しみにしておきます。ちょっと乾燥しておくのや。今日の控室にあった加湿器がすごすぎて、ちょっと加湿器がめっちゃ大きいんですけど、それが2台ぐらいあって、なんか音楽が鳴るんですよ。気が正常ですみたいな。最初なんか急に 音が鳴ってたから、なんかのアナウンスがずっと鳴ってるんかなって、なんか館内放送みたいなやつが鳴っとるんかなって思って、なんかすごいやっぱ新しいって聞いてたし、だからなんか新しい何かがあるんだと思ってた。あまりにもなるからなんだろうと思ってて、そしたら近くで聞こえて、ん？と見た。加湿器だった。私の家にある空気清浄機&加湿器よりもまた一気大きいやつだった。次は57分の55にします。あら、そうそう、よくそう喋ってたからびっくりした。ロボットみたい。喋り出す。お話できる。寒い。こんばんは。大丈夫？その加湿器。かわいい、嬉しい。洋服、そう、これあったかいやつ着ていこうと思ったらこれがあった。ありがとう。
需品、加湿器。えー、かわいいよね。かわいいよね。あ、ありがとう。これを買った時はなんとなく可愛い服があると思って買ったけど、めっちゃ重宝っていうの、重宝してる。重宝っていうのかな。何やっとる。ありがとう。そうそうそう、超あ、ありがとうございます。チカッパ祭、キツネさん、炭酸せんべいさん、ありがとう。どうしてやさん、超超超重宝、超重宝。あー無理だ、10時になっちゃうな。10時になっちゃったん。まあ3ベッドでいきます。じゃあ10時の55秒で。お土産、あ、そう、今日なんか朝ツイなんかチクッパメンバーでなんかツイートみんなしてたのかな、なんかみんなしてて、でなんかパセリが福岡のお土産のおすすめを言ってて、なんか他にもあったら推しのお土産教えてくださいって言ってたから、私もそこに書いたんですけど、クロワッサンの、博多駅のやつ、クロワッサン、ミニオンさんのね、クロワッサンがめっちゃ好きで、それをね、そう、今日買ってきました。お土産、三日月も好きなんですけど、ミニオンも好き。ミニオンさんのクロワッサン、そんなクロワッサンはあのちっちゃくていろんな味が食べれる。私はいつもチョコとさつまいもを買ってるんですけど、そう、めっちゃね、めっちゃね、そう並んでるんですよ。でもタイミングによってすっごい並んだ時もあるし、博多駅にありますよ。ちょっとめっちゃあれ、なんか 似たような場所というか真ん中ら辺にあるからわかんないかもしれないけど、でも結構たくさん人が結構並んでるし、ああ違えた。お疲れ様でした。そう、あとそう、筑紫餅も好きですね。除水庵だっけな、もう筑紫餅はなんか福岡でのお土産なんですけど、福岡同士で福岡同士のお土産にも結構使われる。センター良かったですか、ありがとう、嬉しい、めっちゃ。筑紫餅はそう結構ありがとうございます。そうそうそう、よくあります、食べる機
械がたくさんある。次は3分の55秒。福岡のお土産全部美味しいけど、特に自分がよく食べてるやつ。あとはもち吉とか好き。もち吉なんかおせんべいもすごい有名で、でも結構全国展開されてるんだけど、それも好き。もち吉の醤油せんべいがめっちゃ好き。発祥なんかな、皆さん知ってるかな、近くにある。そう、福岡発祥。ありがとう。のみさん会いました。控室がね隣だったんですよ、まさかの。そう、ライブ終わった後もねご挨拶をさせていただきました。のいみさん、私らライブが終わった後だったんで汗だくでドライヤーでめっちゃ乾かした。今日初めて見た、可愛すぎて。福岡のレベルの高さを、ありがとう、嬉しい。私も仲間入りさせてもらってありがとうございます。うん、ライブも見学したんですけど、すっごくね可愛いし綺麗やし、可愛くて綺麗で楽しくて、歌詞がすごく、新曲がすごい切ないなって思ったりとか。まみさん可愛いですよね。まあそうなんだ、ありがとう。次は6分の55秒。戻りました。ご参加中ありがとう。6分の55。タムキッチ好きなの、マイミーさん。SKE さん、 SKE さんもお会いしました。あとチームエイトさんも、寒い。今日高尾坂のファン増えた。そうなんですかね。あんまり。そうなんですかね。そういう方が増えたらいいなって思うし、 STU のことも気になってくれる方がいたらいいなと思ってます。増えたかな。そしたらそうだったら嬉しいなそうだったら嬉しいな。あんまり自分に自信が持ててないので、
メダメ。じゃあ次は9分の55秒にします。そう、来年の目標、来年っていうかこれからでもあるけど、でも来年に向けてというか、ちょっと言い方が難しいけど、その目標もねできて、それはメールで伝えたんですけど、それに向けてちょっとずつでもいいから頑張っていこうって思います。本当に今日はね、刺激を受けました。自分のなりたい理想というか、またどんどん定まってきてるような気がする。ありがとう。 ST が大好きになって嬉しい、ありがとう。はい、一歩ずつね。いつもお疲れ様です。つけてがました、嬉しい。 ありがとう。そう、生誕祭ももうすぐ。そうなんだよ、なんか最近気づいた、もうすぐだって生誕祭もうすぐだって最近気づいたんですよ。ちかっぱの STN のストーリーがすごく良かった。おー、嬉しい、ありがとうございます。ゆらぴく、最近気づいた。あ、そっかと思って。ね、生誕 T シャツ間に合わない気がしますね。そうなんだ。そう、生誕祭の会場はそうですね、いつも劇場で借りているエディオンさんのホールと近いです。次12分の55秒にします。ありがとう。ライブ、なんかアイドルさんのライブ見たら本当にファンになりますね。なんか本当ファン、皆さんのファンに私なんかなったというか、やっぱり現場で見たりするのと、やっぱり現場で見るとやっぱりね、さらに違いますね。
そうなりますね。新たな発見とかあるし。皆さんもこういう気持ちなんかなとか思って。見てたらペンライトをすごい一生懸命振ってらっしゃるファンの方とかいて、近くで見るとすごい。そうなの？お疲れ様です。そう、くる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 。まあ嬉しいな。次はありがとう15分の55秒にします。今日のチカプラ初めて見ました。可愛かったです。嬉しい、ありがとう。嬉しいです、めちゃめちゃありがとう。すぐ分かった。お、嬉しい。遠くでも分かるってめっちゃ嬉しい。ちょっとこたつつけよう。寒くなってきた。つけてなかった。確かに、なんか今日は確かに身長高いメンバーが多かったから、私だけちっちゃかったのかな。まさか身長が低いのがここに役立つとは。ルームフローありがとうございます。嬉しいです。そうですね、フラワー衣装は私ずっとね、結構みんなね衣装は変わったりするけどね、私結構ずっとねピンクなんだよ。ピンク以外は着たことない。ありがとう。結構みんなね着てるんだよね、他の色。他の色、なんだろう、ちょっと着てみたい気もするかも。 何色が似合うかな。電飾似合いそうって。 本当すごくない？ そんな人おる？電飾似合う人すごいな。あ、サイズが、確かにサイズがあれなのかな。じゃあ18分の55秒にします。みんな協力してもらってありがとうございます。明日からとろ、よろしくです。
そうそう、何着ても新鮮かな。でも自分がピンクっていうイメージなのがなんかびっくり、私はなんかずっと思ってるけど、普通にピンク好きだけど、好きな色なんですけど、まさかそのイメージが自分にあるってあんまり思わなかった。あーやばい、一人しかいない。私が思ってる色なんだろうな、何色？でも緑が可愛いなーって思う。でも青も着てみたい。ね、赤と黄色。鬼滅録画しました。青ね、あえてピンクから青に、色鉛筆カラーの24色全部似合いそうだよね。私どういう人物なん、24色も。ありがとうございます。めっちゃ着こなすやん。では次21分の55秒にします。私を一押しカードにしてくださったら嬉しいです。ポイントが 1.3 倍になりますので。レインボー、レインボー、すごいな。なんですって。あ、あったかいこたつ、なんかあったかい気が今足元から来てる。なんかよくバスにあるよね、バスってなんか足元から時々あったかいのが来る。お、ありがとうございます。ん、自分と思ったもーちゃんやった。自分と思ったもーちゃんやん。あ、暑すぎる。もーちゃんね、青色なんだよね、桃なのに。ピンクって思ったら青やった。そう、遠目で見たら髪飾りも似とる。手がかじかんでるのよ。家の中によって手がかじかむことってあるのかな。やっぱあるんだ、あるある。なんかよかった。
めっちゃ冷たい。めっちゃ冷たい。次は24分の55秒にします。ありがとう。なんか人からこう冷たい手を首にされたらめっちゃ冷たいけど、自分でしたらなんかあったかい。あるある。わ かる。なんだろうね。そう、なんかちょっとよくされがちないたずら。ああ、そっか、自分の手は高くなるもんね。私間違えたかな、一人も違うわ、私のファンの方じゃなかった、違ったかもしれない、時間が。俺がいるよ。俺がいるよ。高いなあ、このこたつって。この感覚の違い、すごいな。ね、こたつ音は寝ちゃいそうになるんだよね。めっちゃ眠い。本当。じゃあ次は27分55にします。私のイチオシカードに設定してくれたら嬉しいです。ポイントが 1.3 倍違うので。ありがとう。来た来た。すごく息を吸った。
ま、今ので可愛いって言ってくれるの優しい。ありがとう。ありがとう。そう、今日はコーヒーもね、買った。最近の新作のやつ。コーヒーというか最近の話なんだっけ、ホワイトチョコレートのモカだかな、ホワイトチョコレートモカみたいな。じゃあ次は31分55にします。ランキング見よう。あと4000万ポイントですね。あと4000万ポイントなんですけど、4000万ポイントって初めて見たかもしれん。でもこれ私が頑張ったら絶対にまた1位になりますよね。私が頑張ったら。もともとね、そう、どのぐらい下がったんだろう、結構あった気がするんだけど、だから1日で結構ひっくり返るぐらいだからすごいな。ありがとう。そうです、4000万ポイントです。あ、そうなんだ。私が丸一日すれば、丸一日すればちょっとじゃ、もうほぼ私も今月ちょっとあれだ、オフがないんですよ。ちょっと大丈夫。でも時間見つけて頑張りますね。今月は本当にちょっと私、そう、ちょっと意味があって、あの1位になりたいなって思ってるので、その朝は、次34分の55にします。
当だ、7000人視聴者ありがとうございます。CM 強化月間、確かに。いつもよりたくさん CM 流してくれる。あ、そうなんか。すごい。お、これは1位の予感。高尾頑張ります。皆さんには無理をしてほしくないから。次は37分の55にします。嬉しい。全然大丈夫です。そう、55秒。4位悔しいよね。いえいえ、やっぱりね、あんまりできてないので。4位になっちゃったらちょっとあれなんだけど、やっぱり1位もあればね、4位もあるのがゲームだから。眠くて寝ちゃえ、眠い時は寝ちゃえ。そうそう、楽しみながらやります。おお。そうきたか。
次は40分の55にします。お、あと3600ぐらい。お、ありがとう。ちょっとずつ縮まってきてる。ありがとう。そう、ありがとうございます。皆様のおかげで。でも当たらなくても、私のその、そう、ポイントにはなってるから、全然それでも嬉しいです。そう、ポイントは本当に増えていくから。ラーメンね、食べてないんですよ ラーメン食べる気すごくあったんですけど、ラーメン食べてないんですよ。次43分の55にします。チュロス食べた。なんで分かったの？チュロス食べた。私あげてたんだ。なるほど。しかないやん。そう、めっちゃ長いチュロス。ありがとう。ああ、大丈夫。消しちゃってたんだ。そう、チュロス食べた。めっちゃ美味しかった。なんだろう、揚げたて？揚げたてのチュロス食べた。揚げたてのチュロスめっちゃ美味しい。なんかね、砂糖のザラメがすっごいついてて、カステラかってぐらい めっちゃ ついてた。え、3メートルも、3メートルのチュロスまで 3メー
ートルのチュロスはちょっと、それは長いね。それは長いな。でもそう、30センチかな、30センチぐらいはあったかもしれない。確かに持てない、持って自撮りできない。サーヤの顔より長いって、それはね、3メートル3メートルがさすがにちょっと大丈夫、そう、3メートルさすがに、さすがに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 、それは謙遜とかではなく、さすがにどんな巨人よ。進撃の巨人でも3メートルの顔とかあるのかな。でも30メーター級とかやったら3メートル以上あるのか。超大型巨人。次46分の55にします。想像しちゃった、巨人用のチュロス。それな、巨人用のチュロスや。超大型講習絶対欲しい。本当だ。30メーター級の3メートルの顔は確かに10頭身ですね。モデルやん。巨人界のモデルさん。地味に、地味にスタイルが。ありがとう巨人。もう冬だな。すっかりとしっかりと冬だな。次は49分の55にします。好き好き好きっす。そう、誕生日ももう過ぎたし、冬が好き。確かに冬好きですね。あんまり、全部好きだけど、冬も好きかな。
ありがとうございます。そう、生誕祭今週なんです。全然そんな感じしない。お疲れ様。楽しみにしてます。いろいろと。あ、そうなの。昨日誕生日だったんだ。おめでとう、猫のおかずさん。ハッピーバースデー。素敵な1年になりますように。あと最推しの1年にしようね。イエーイ。そうだったんだ。ありがとう、孫徳ありがとうございます。サインをしていきます。おりおりおり、嬉しいありがとう。次はじゃあ52分55分にします。うん、みんなファンの方優しいんです。ありがとうございます。そうなんだよ。そう、生誕祭の日さ、晴れ予報だったのにさ雨に変わってた。カナピーありがとう。そう、雨に変わってたから皆さん気をつけて。足元が。そうなのよ、ずっと晴れやったんに。雨のピアニストかってその例えいいね。雨のピアニストが急にね雨なんですよその日。誰か天気の子いませんか天気の子。晴れるよって言ったら晴れるやつ。あは、晴れるよ。晴れる。おっと。あ、ありがとう。確かに生誕祭の日って雨。雨なの。
ハレルヤ、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 ハレルヤ。55分の55にします。ハレルヤ、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 ハレルヤ。雨男の人めっちゃおらん。さっきから雨男ですって方がたくさんおる。ハレルヤ、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 ハレルヤ。雷男やだ。雷男やだ。ありがとう。明日公演行きます。ヨロピク配信ありがとう。 いえ、こちらこそ。あ、晴れ男の方もいる。ただの男ですただの男。曇り男、曇り男か。なるほどね。曇りの日が多いみたいな。どういう男よ。ねえ、みんな気をつけてね。体調、なんかすごい気温の変化がすごい気がする。まあ、凍結ね。やった、1位。いえいえ、まあ私も気をつける。ね、晴れてほしい。晴れるよ、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 晴れるよ。次、58分の55にします。晴れを呼んでる。やだ、曇るや、曇るや、やだ、曇るや、曇るや、いや、晴れるや、晴れるや、ハレルヤ。え、そんなことあるんだ。なんだ。ありがとう。サイヤ推し男。大丈夫か。息を吸って吐いて。
だんだんと頭が回らなくなってきた。自分の番、自分の番。あ絶対絶対これ1位じゃなかったのに、ありがとう。次1分の、え11時になった。1分の55にします。ね、かっこよかったです、本当に。スキーさん、そうです、そうです、福岡県出身だ、なんでもう、そう、地元でのね、そうですね、イベントでした。初でした、初。でもなんか福岡にいる感じがしなかった。ありがとう。凱旋ってありがとうございます。そんな凱旋と言ってくれまして。緊張した。期待されてないってすっごく楽なんだよね。メンバーの家族、あ、どうなんだろう、わかんない。やるときはやるよ。福岡県言えなかった福岡県言えんかった。福岡県出身って言ったんですけど、福岡県が言えんかった。致命的すぎる。ピン。全然友達とか見に来てないです。そう、今日こそめっちゃ大事なとこだったのに、福岡県出身っていうの。そうなの？やっちまったー。楽しめてますか？楽しんでますか？嬉しいですそれでこそ私なんか、私って誰ですかねだって福岡県ここぞという時に言えないって、これこそヘタレなんかな。ありがとう、ありがとうございます。本当に協力してくれて。じゃあ4分の55にします。これはヘタレではないのヘタレボイス。やるときはやるよ、やるときはやってる あ、ヘタレかも。ヘタレじゃないヘタレではない。
言えんかっただけそれもなんかあれですね、それもなんかちょっと言えんかっただけっていうのもあれだけど、そこがいいんですねそこがいいんか、なるほど。いやもうアンケートしないしない何何個した、もうまた間違えた、なんかあったらいいな。確かに。まあでもね、すごく楽しかったので。ライブって楽しいなって思いました。洋服かわいいって言ってもらえる、そう、今日明太子の日だったんだよね、すごい。ありがとう。じゃあ7分55にします。そう、服が言えないのよ。なんか私の声ってこう空気が多いのかな。アンピーも滑舌仲間です。アンピーのツイッターも早口言葉がめっちゃ面白い。面白いよね、絶対笑う。私も言えないからな。そうなの。福岡出身のメンバー、大食いのメンバー多い気がする。木曜日は生誕祭ですかね。
次10分の55にします。あとどんぐらいだろう、私計算ができないんだよな。719-687 は3000万。3200。お、だんだんと来てる。だんだんと来てる。ごめん、本当にちょっと頭がちょっと働いてない。来てます来てます、ありがとうございます。しかも一押しカードもしてくれて本当にありがとう。でも今日だけで1000万ポイントぐらい増えたかな。そう、ありがとう。いい、ごめんね、こんな配信で。ありがとう。次13分の55にします。そうだね、そう、私、そう、私謝らないって決めたんだよ。そう、なんか謝らないって決めたんです、私。もう癖がさ身についちゃってさ、なんかもう基本的に私申し訳ないって思うタイプで、何事も私申し訳ないって思っちゃうんですよね。なんか自分のためにしてくれてること全てに対して私申し訳ないって気持ちが最初に来ちゃうから、その癖が治らなくて、で私がそう半田方にごめんねって言われるのが本当に、そう最近ね、それがね、そう全然なのにって思っちゃうから、自分からやめようって思ったんですよ。そう、そうそうそうだ、それはやめよう。自分の気持ちを素直に伝える、そう思ってるってことを伝えるっていう面ではいいけど、うん、ってことですよね。でもそう、言い方を変えるだけで全然違うなとも思うから、それを変えていきたいなって思います。
じゃあこそ。そう、基本的に私がさ、すごい心の中で思っててもあまり言葉に出さない人で、あんまり思ったことをそう言えない人だから、それがちょっとね、言葉足らず、言葉足らず、その涙に気づかないんだね、こんな。そう、だから自分がそうだからこそ今こう思ってるんだろうな、でも言えないんだろうなっていう気持ちがすごいわかるっていうのはあるけど、それを伝えないといけないっていう時もあるから、あの線引きが難しい。16分の55にします。結構自分ペースでしてますね。ハイスピード。ありがとう、応援してくれてる、ありがとう。よっこらべ。やつって誰？よっこらべ、よっこらべ。そうなの。こんばんは。真面目な話。そう。基本的にそういう性格のままに生きてきたんで、急に変えるのは難しいかもしれんけど、完成したいよってできないか。あれ、1度。次はじゃあ19分の55にします。19分の55。16日 90% ですか、雨。90%は結構あれですね、大雨ですね。
シッパーはかなり傘がないと感じよ。ありがとう。カッパいるかな傘があったら大丈夫かもだけど、しかももうすぐだから多分一日ずれたらなんか雨とか言ってなんか全然晴れる時あるやん。それの現象起きないかな。あ、時間帯によって。お、じゃあちょっといい感じの時間とか。そうだね。雨のピアニストラブ弾き始めた。涙ボロンボロン。雨のピアニスト好きなんだよ。違う曲を弾いて。ドド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 。あ、忖度してくれてありがとう。あんにょんね、感想とかいいよね。うん、あ、二人いいね。22分55にします。髪を振り乱しまくっていいね。希望の空。トゥ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 あっち向いてほい、あっち向いてほい。トゥルルルトゥルトゥルルルトゥルルルルル。鉄な大好き、鉄な公園大好き。でパスを僕塗りつぶして雲が。あ、出るかな。やった、1位だ。エビセン鳥は自由に飛び揺れる木漏れ日の中。25分55にします。
よき。おー、マンゴーナンバーツー。ドゥ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 。と思ってたら知らないうちにやけどするよ。おい、おう、だるまがいっぱい来た。でもね、村重さんがしてた公演全部好き全部思い出がある、全部大好き、全部思い出だよ。なんか一期生さんのなんだろう、鉄腕のリバイバル公演とか、私それを初めて DMM さんで購入したんですよ。それやっぱり何周年公演って絶対に当たらなくて、私だからでも絶対に見たくて配信で見たんだよ。初めて購入した公演ですね、それが。でも1週間しか見れんくて1週間で何回も見た。単品です。次29分55にします。あら、ありがとうございます。生誕祭。うん。それはね、結構前なんですよね。私が高校生の頃なんで、結構前の話なんだけど。そう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 、なんだっけ、シアターの女神と最終ベルが鳴ると制服の目見ました。あと、ただいま恋愛中。
そう、あ、全然もう寝てください、お休みしてくださいね。眠い方は私もうちょっと頑張ります。懐かしい懐かしい話してる、もうな、深夜テンションやもんなんか懐かしいことについて話すってなんかさ、深夜テンションじゃないなんかなんか、あ、懐かしいなみたいな、こんなこともあったねみたいなあ、面白い。いろんな、ね、思い出があるんですよね、本当に。32分55秒でします。でももうね、私ね、公園ね、行けないんですよ。なんか村重さんが卒業するまでに絶対に一回は見に行きたいなと思ってたんですけど、全然タイミングが合わなくて、結局ね、卒業公演もね、私僕の太陽公演があるんで行けなくて、それまでの公演もなんか、うん、自分の予定とお仕事と重なって行けなくて、なんか結局もう一回も行けずに、もう卒業公演も行けずにそう。でももうやっぱり自分で選んだ道なので、もう一回は来たかったなって思っちゃうけど、新劇場も行ったことないです。うん、本当に一ファンとしてはすごい、卒業公演見に行けないのはね、やっぱり寂しいけど、やっぱり何年か応援してるかな、私もう何年になるのかな、中学生の時からなんで、どんぐらいだろう、でもそうですね、8年ぐらいですかね。もうずっと好きで、やっぱり劇場とかずっと通って、握手会とかも通ってたので、でも誕生日にオンライン話し会に参加して、やっぱり大好きな気持ちはずっと変わらないし、アイドルをね、卒業をねしちゃってもね、タレントさんとしてそう活躍されますので、ずっと応援していこうって思ってます。
時36分の55にします。お、初めて見た、ありがとうございます。チカパサイ、帰宅。やっぱり卒業公演行けない、寂しいと思うけど。もし私がそういう日が来たら、いけない方の気持ちは分かるなって思います。今日終わっちゃいますね。意外と背高い。え、そうかい。153です。39分の55にします。オーラで大きく見える、そんなオーラが私に携わっていたんだ。オーラあった？ありがとうございます。久々に結構長く配信してる気がする。最近はずっと早寝早起きをね、そう心がけてたんですけど、ちょっと今は頑張り時なんで。お、五行が私に。
ありがとう。大丈夫か？そっか、今日日曜日か。そうだそうだ、日曜か。めっちゃハートきてる。メガバイトさん、イビスさん、鳥取太郎さん、ゆきひろさん、雲いっぱい、ありがとう。ガオ。大西くん、みつるんさん、ゆきひろさん、キチネさん、ありがとう。じゃあ42分の55秒にします。終わっちゃうちゃう、終わっちゃうちゃう。おお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 お2800万、あと2800万差です。見えてきた、すごいすごい。やったー、そう、半分まで来ました。ありがとう。めっちゃ嬉しい。行きましょう行きましょう。一日でどんぐらいかな、1000万ぐらいか、1200ぐらい。でももっといってるよね、ずっとしてるから。おっと、4位。次が最後の対戦にしようかな。46分の55秒が最後にします。今日の髪型ハーフツイにしようか迷ったんですけど、なんかねじりにしました。なんか全然ねじるかねじらん、普通に結ぶかだけでなんか全然違うね。ねじったらなんかちょっとハーフアップっぽく見える、なんか大人っぽく見えない？で結んだらなんか可愛いよね、可愛い感じになるよね。ハーフツインだったらストレートにしようかなとか思ったりする。
可憐、大人っぽい、ハーフアップでしょ、ハーフアップっぽいでしょ、思った。そうそうそう。46分55ですよ。もうすぐ。ありがとう。声がいっぱい。最後だけ撮った。今日はこういうこの時間に付き合ってくださりありがとうございます。あ、時間間違えてた。あららら。でもまたしますので、近いうち、いつか分かんないけど、できる時にしようと思ってるから。ありがとう。なんかすごい話しながらできるんで、すごい私楽しいです。めちゃめちゃ。ありがとうございます。今は2800万差まで縮まりました。4000万差が2800万差まで。決まったので、またできるときにしようと思います。お疲れ様です。ミッキーさん、ありがとう。頑張った。いい。コッペさん、ベレッタさん、アオトさん、山口さん、セイヤンさん、アオちゃん、トッシーさん、ジンタさん、メガバイトさん、ありがとう。キイチロウさん、イオタン、ありがとう。そう、切手のイベントが1位を目指してます。ありがとう。
私もすごい頑張るけど、一緒に頑張るねって言ってもらえたらすごい嬉しいし心強いです。そう、 CM 選抜の方と切手の選抜の方のランキングは全然違うので、どっちも大事だけど結構ポイントの入り方が違ってくる。団長今変わったっけ？そうですよね、チーム戦ですよね。ありがとう。の1位はコッペさん、ありがとうございます。2位は立花隼人さん、ありがとうございます。3位はキックン、ありがとうございます。4位はマイセンさん、5位はユキヒロさん、6位はマサトシさん、7位はセイヤンさん、8位はアオちゃん、9位はナリバーさん、10位はリョウジーさん、1位は F 渋谷さん、12位はみつるんさん、13位はロックオンさん。パトさん、サトルンさん、おたてさま、エビスさん、高尾炭治郎さん、ラクラクさん、キチネさん、ありがとうございます。ちゃん、今ぐっちさん、シンジさん、メガバイトさん、ハマコンさん、ゆうきさん、ときみっきーさん、ナリーさん、ケリーさん、ちくわドーナツさん、チャッキーさん、ガトルさん、リンさん、34位がナオヤさんです。そう、今日はちかっぱ祭もね、ありがとうございました。すごく濃い一日になりました。明日はチャートリーの公演がありますので、ドキドキするけど頑張ろうと思います。もはや初日公演と言ってもいいぐらい。そう、一生懸命ね頑張ります。そう、明日配信がないんですよね。でも感想とかメールとか配信とかでも言おうと思ってるので共有しよう。そう、配信ないって言ってたような気がします。そうなんですよ、クワトロさんのね。そうそう、そう、明日は前座もありますね。未来の STU メンバーが谷氏さん、はんちゃん、トッシーさん、マイジャパンさん、ありがとう。
イントネーションなんかおかしかった私。もうイントネーションわかんない私、なんか違う時結構あるんだよね全然わかんない。あ、ぜんざいと同じだった私ぜんざいと一緒やった。気にしなくていいのごめんね、めっちゃ気になる。ぜんざいが、そうなんだ、ありがとう、優しい、みんな優しいみんなが優しい、みんなが味方、ありがとう、こんなに味方がいるんだ、優しい世界。今日の余韻に浸ります。味方、味方、いえこちらこそありがとうございます。アーツさんありがとう。ね、いい夢を見てくださいね皆さん、ゆっくり眠ってください。いい夢が見れますように、あったかく寝てください。そして爽快な気持ちで起きれますように。あ、明日、イエイイエイ、今日は本当にありがとうございました。バイバーイ。おやすみー。